奄美群島勝手にガイド喜界島を旅してみましょう。喜界島へ行くならおすすめはテクジュクの巨大ガジュマルです。喜界島のテクジュク地区にあるガジュマルなのでテクジュクの巨大ガジュマルと呼ばれています。鹿児島県のサイトでは島一番のパワースポットとして紹介しています。テクジュクの巨大ガジュマルは観光名所になっているので駐車場などが整備されています。駐車場は小規模ですが障害者用も含めて7台の駐車スペースがあります。また休憩用の東屋も設置されていますがトイレや自動販売機はありません。その他にもガジュマルを解説する案内板やテクジュクの遺跡を紹介する案内板なども設置されています。さて本題のテクジュクの巨大ガジュマルですが休憩所からはやや小高い林の中にそびえ立っています。案内板によると枝の幅は42メートルもあるそうです。そして幹の周りは16メートルと書かれています。さらに高さは18メートルもあるそうです。このガジュマルは休憩所からすぐそばまで行ってみることができます。近くで見ると何本もの気根が伸びているのがわかります。ガジュマルの木の間にはヤモリの姿なども見られることもあるのでよく観察してみましょう。そして秋から春ごろにかけて直径1センチほどの小さな実をつけるそうです。色は赤から黒色だということです。樹齢100年以上とも言われているこのガジュマルですが2008年に我が島の宝として町の文化財に指定されました。これほど大きなガジュマルはなかなか見ることができません。喜界島へ旅する計画があるなら絶対に見に行ってみましょう。